シソの葉と見た目が似ていて、独特な香りが特徴的なエゴマの葉。お肌が綺麗な人がたくさんいる美容大国韓国では代表的な食材で、健康面はもちろんたくさんの美容効果があり、10年食べると10年長生きするとも言われています。例えばアンチエイジング、アレルギーの緩和、殺菌、ダイエットなどに効果を発揮すると言われています。今回はそんなエゴマの葉を使ってエゴマの葉の醤油漬けを作ってみました。材料はエゴマの葉40枚、醤油大さじ6、砂糖大さじ2、水大さじ4、ごま油大さじ2、すりごま大さじ2、唐辛子小さじ2、にんにく1かけです。エゴマの葉をきれいに洗い、水気を切ります。にんにく1かけをすりおろします。調味料をすべて容器に入れます。醤油大さじ6、砂糖大さじ2、水大さじ4、ごま油大さじ2、すりごま大さじ2、唐辛子小さじ2、よく混ぜ合わせます。エゴマの葉を2枚ずつタレにつけていきます。残ったタレをかけたら半日くらいで出来上がりです。とても辛いですが、ご飯と一緒に食べると絶品です。